趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はシャオミ、特に 11T Pro ですね、ハイパー OS のアップデートが降ってまいりましたと、合わせてシャオミ 12T Pro も少し前ですけれどもアップデートがありましたよと。で、じゃあまず簡単にですね、ハイパー OS 何なのかっていうのを一応ねお話ししようかなと思います。もう皆さん知っているかと思いますけれども、要はこれ Android 14 のことなんですよね。はい、Android 14の、まあ、Xiaomi バージョンみたいなものが、まあ、順次降ってたりとか、あと最新のモデルに関しては当然もう発売された時点、例えば Redmi Note 13シリーズとか、Xiaomi 14 Ultra なんかはもう発売時点で搭載されております。まあ、そこにこう合わせて、既存のモデルも展開されてますよっていう状況だったんですけれども、結構前に発売された、この 11T Pro とかも、アップデート入ったので、まあ、そこのお話でございます。で、今回まずお伝えしたい内容としては、この 11T Pro のアップデートに関してはですね、ハイパー OS の機能はすべて反映しておりません。まあ、なんで、どういった点がね、そういったところがあったのかっていうのをお話しようかなと思います。で、今回は、Xiaomi 11T Pro に特化して、どうかというお話ですね。で、まずあったのがですね、このカメラの UI は、今までのままとなっておりました。この 11T Pro に関してはね、例えばですけど、この倍率調整のやつが、この、なんですかね、水平に広がったバーみたいなものがありまして、そこでこう変換していくみたいな。あとは設定のところですね、に関しても、今まで通り、右上のところから各種欄を出していくみたいな形となっております。ハイパー OS に関してはですね、例えばですが、ポコ F6 Pro。まあ、これ微妙にポコランチャーなんで、微妙に違うんですけれども、はい、こんな感じ。例えば設定のところは下のなんかつまみみたいなところがあって、そこから出していったりとか、あとは倍率調整に関してもこのダイヤル式になっているというのがありました。ただ、Xiaomi 11T Pro に関してはそういったものはないみたいです。ちなみに 12T Pro ですね、こちらのアップデートに関して言うとですね、12T Pro はハイパー OS 純正仕様になってました。これ今、見せているのが Xiaomi 12T Pro なんですけれども、はい、こんな感じ。ダイヤルになってますし、下のつまみで出していくと、そういった感じとなっておりました。まあ、実際のところ、この設定つまみで出すところは、まあ、微妙なところがあってですね、例えば AI のオンオフするときとか、ちょっとね、操作しにくいところあるんですよ。例えば今までの仕様であればですね、何ですか、AI のところってこの上にあるんで、わかりますかね、これワンタッチで変えたりできるわけです。HDR もそうですね。ただ、このも、こっちのになると、どうやってやるんでしたっけ、なんかちょっと操作しにくいんですよ、とにかく。っていうのはありますね。まあ、ただ、ダイヤルはね、比較的操作しやすい。もうダイヤル自体の UI というよりはですね、この、何て言うんですかね、タッチの仕方とか、その辺が非常に使い勝手良くなってるので、バーよりはですね。バーだと若干この反応が悪いような、気がするので、今までの Xiaomi の UI でですね、これ UI の問題なんですけれども。っていうのがあるので、まあ、そっちはね、ダイヤルの方が良かったんじゃないかなといったところです。そしてもう一つあるのが、高度なテクスチャーっていうモードみたいなものが、Xiaomi の UI というか、ハイパー OS ですね、追加されたんですけれども、他のモデルに関しては。ただ、この Xiaomi の 11T Pro に関しては、追加されてないみたいです。ちなみに 12T Pro はね、追加されておりました。で、この高度なテクスチャーっていうのが、まあ、どういうものかと言いますと、ディスプレイのところですかね。で、12T Pro、高度なテクスチャーがありますよと。で、そうすると、例えば、コントロール画面出した時の、なんか、ここ、グラデーションになってるじゃないですか、背景が。あとは、この音量変えた時のところ。グラデーションになるんですけれども、そこがこう、滑らかになるというか、そういう感じとなっております。まあ、例えば分かりやすいところで言うと、PayPay 開きますと、ここの、あれですよね、コントロールセンターの背景のところが、ちゃんとこの PayPay の UI に、ぼかした感じになると。で、これが滑らかになるという感じですね。ただ、これ高度なテクスチャーをオンにしなくても、それなりに、まあ、ある程度こう反映される、背景は反映されますので、まあ、そんなに気にするほどの機能ではないんじゃないかなとは、思いますね。ちなみにその高度なテクスチャーに関しては、Xiaomi 13T はね、ないみたいです。確か Redmi もなくて、ただ、この 12T Pro とかあるといった感じですね。なんかおそらくそのスナップドラゴンの、あれですかね、チップじゃないと、できないのかもしれません。次がですね、ギャラリーアプリですね。これ厳密にはギャラリーアプリの機能の一つみたいな感じなんで、ハイパー OS とは直接もしかしたら関係しないのかもしれません。まあ、ただ、そのハイパー OS と連携してみたいな感じのところで、その、なんていうんですかね、一部の機能しか使えない感じとなっております。例えば AI 関係の機能ですね、このトリミングっていうところをやると AI でこの画像の縁をですね、合成してくれるみたいな機能がハイパー OS の標準だとあります。
例えば POCO F6 Pro とかですとトリミングでやるとここに AI 拡大っていう機能があるんですよね。ただこの 12T Pro にはなく、11T Pro に関してもなくて、12T Pro もないといった感じでした。あともう一つ大きなものとしては、消しゴムマジックですね。これ2.0っていうのがあるんですよ。これもまた POCO F6 Pro、もう一回出してますけれども、消しゴムっていうところであると、この右上のところにプロって出てくるんですね。で、これでさらにより高機能な、消しゴムマジックができるみたいなのがあります。まあ、ただ、12T Pro ね、これも 12T Pro も同様なんですけれども、ないみたいです。そして最後削られている機能としてはですね、コントロールセンター行った時のですね、シャオミのこのエコシステムのやつ、これですね。これがなんか表示されないみたいですね。シャオミスマートハブのこれが出せないと。まあ、これ設定で本来だと出すか出さないかみたいのを変えられるはずなんですけれども、そもそもシャオミスマートハブの項目が 11T Pro に関してはないと。まあ、多分 12T Pro もないと思います。ですね。本来だとどこだ？通知とステータスバーかのところで、このデバイスコントロールっていうのが、あれですね、Google ホームとか、あとミーホームとかのアプリのことで、そのさらにオプションとして、シャオミスマートハブを出すか出さないかみたいなところがあるんですけれども、これ例えば 12D Pro とかはないみたいな、そういう感じとなっております。なんで、これ、スマートハブ使って、タブレットとこう画像連携したい、画像というか、画面ですね。画面連携したりとか、あとはイヤホンの切り替えとかが、まあ、若干しにくい感じとなっちゃってると。まあ、ただそれ以外のハイパーウェイスの機能ですね、例えばフローティングウィンドウの仕様変わりましたよとか、それはね、ちゃんと使えるみたいです。はい、ここの点、あの iPad ライクな、この点々のところから分割画面にしたりとか、フローティングウィンドウにしたりとか、はい、これ大きさ変えたりとか、そういうことがすることもできますし、あとはこのコントロール画面ですね、おなじみの設定アプリがこちらのトグルに移行したみたいな、UI もちゃんと反映されております。で、日本版独自のものとしてはですね、このアイコンラベルを表示するか表示しないかと選べるという機能があります。これですね。表示するにすると、これ、例えば Bluetooth とかちょっと明るすぎて見えないかもしれないです。こんな感じですかね。Bluetooth とか、機内モードとかちゃんと表示されてると思うんですが、表示しないをオフにするとこんな感じ、絵だけになるので、まあ、これもね、好みに合わせて使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。あとは、ロック画面のカスタマイズですね。ロック画面長押ししてやると、こんな感じで全く新しいパーソナライズされたロック画面ということで、iOS ライクな改造をすることもできます。で、これ非常にカスタマイズ面白くてですね、なんか、この時計のフォント変えられたりとか、画像合成できたりとか、そういうのができるので、もしいい、興味ある人は使ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、ただ、シャオミに関しては指紋認証逆に優秀すぎて、もうロック解除すぐ突破できちゃうんですね。まあ、ね、そういう意味でそんなに意味はないんじゃないかなといったところですね。あと最後、まあ、アニメーションも比較的やっぱりスムーズに、はい、なってるかなとは思いますね。はい、こんな感じ。まあ、これは 12T Pro に限った話じゃないですけど、これ滑らかになってる。これね、なかなかいいと思いますよ。はい。で、これ、例えばアプリの開閉なんかもいい感じ。はい、こんな感じ、充電すると、上のところからうにょって出てくるアニメーションが適用されたりとか、はい、例えばこんな感じで、テザリングもですね、オンにしたり、オフにしたり、オンとかオフにすると、うにょって出てきたりとかっていうのもあります。まあ、あと、イヤホン接続したよとか、マナーモードとか、そういうのをオンオフすると、アニメーション出てくるみたいのもあったりも一応します。はい、まあ、こんな感じで、確かにアップデートをしてくれてるの間違いなくありがたいんですけれども、若干こう側だけになってしまってるというか、見た目だけ変わってしまってるみたいな感じに近いっていうのは、まあ、注意事項としてはあります。もちろん、まあ、それ以外にもセキュリティのアップデートとかね、動作面の改善とか、まあ、一応されてるとは思うんですけれども、まあ、実態としてはそんな感じとなっております。じゃあ最後、こういったね、まあ、スマホのアップデートをどう解釈すればいいのかみたいなところをお話ししますね。で、まあ、結論としては、そういったスマホのアップデートっておまけ程度と、ふうふうに考えていいんじゃないかなとは思います。確かに今回のシャオミのハイパー OS とかもですね、UI 的に使いやすくなっているところとか、アニメーション滑らかになっているところとかあります。あと、まあ、場合によっては一部こう、アンツベンチマークのスコアというか、実際に性能が上がるなんてこともあります。ただ、基本的にはデザインが変更された、まあ、今回もそうですけど、他のメーカーもね、基本的には、そうですね。まあ、なんで、仮にもしアップデートがされないとか、まあ、よくありますけれども、そういったこと。まあ、それはね、そんなに気にするほどでもないんじゃないかなと思います。デザイン変わらなくて気分転換にならなくて残念だな、程度で思ってもらっていいかと思います。
で、実際アップデートといってもですね、なんかこう側だけ変わってて、まあ中身そんなに変わってないっていうケースもあります。例えばピクセルとかもですね、まあ確かに Android ベータ版とかですね、今例えば Android 15にアップデートできますよ、みたいなのありますけれども、そんなに変わった機能ってないんですよね。まあなんで、その数字だけ変わってて、なんか中身何も変わってないみたいなケースも結構ありますので、そこは注意してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。具体的にOS のアップデート回数何回とか何年とかありますけれども、そこってなんか実質的な意味がないみたいなところも多々あります。で、もっと言うとやっぱり OS のアップデートってね、それなりにリスクがございます。まあ、よくあるのがアプリ側がですね、まあ皆さんお使いのアプリ各種あるかと思いますが、最新の OS 非対応であることが結構あります。まあメジャーなアプリね、SNS アプリとかそういうものであれば OS 非対応ってことはないんですけれども、なんか多少マイナーになってくるとですね、仮にこう OS アップデート、例えば Android 14、今でも対応しないアプリとかっていうのも多々ございます。ただ逆にね、特に Android に関しては OS 古すぎて悪影響あることっていうのはほぼないと思うんです。まあ強いてゲームぐらいだと思うんですよね。一般的にこう使うアプリに関しては本当にね、OS 今でもアプリのこのページ見ると、最低要件のところに Android 9とか10とかあればもう十分ですよみたいな感じの記載になっていることが多いので、まあそういう意味でなんか OS のアップデートがないからといって心配する必要は基本的にはないんじゃないかなと思います。で、あとはちょっとこれ微妙になんか矛盾してるだろうって思うかもしれないんですが、よく言えるのがそういったね、まあハイパー OS とかもそうですけれども、OS のアップデートをしたことによって不具合が出てしまうよみたいなことが多々ございます。で、これはよくあるのがですね、端末側の問題というよりは、先ほどお話したですね、皆さんが入れているアプリがこう対応しなくて、それが悪さしてしまうと、それでなんか動作がおかしくなったりとか、ランチャーがね、おかしくなったりみたいなことは多々あるんじゃないかなと思います。まあ、なんでちょっと最初にこれをお伝えすべきだったかもしれないんですけれども、OS のアップデートをすることによって不具合みたいなところはですね、アプリが対応してない、以外は、まあ、そんなに気にする必要ないんじゃないかなと思います。これは私の経験ですけれども、それ以外でこう困ったってことは、ありませんね。で、あと、最新の OS を入れておかしくなるケースとしてはですね、開発者モードっていうモードが、Android のところにあって、で、そこでなんか細かい、こう、エンジニア的な設定をいじれるみたいな箇所があります。で、そこをこう、散々いじっていると、最新の OS にアップデートするとおかしくなるっていうケースはあるんじゃないかなと思います。まあ、あとは、そんなにないと思いますけど、ロム焼きしてるとかっていうケースね。まあ、特に Xiaomi だと一応ロム焼きが、まあ、比較的簡単にできるということで、その結果、まあ、OS ね、最新のものを入れて、いろいろおかしなことが起こるっていうケースはあります。ただ普通に使う分には、そのアプリがね、非対応っていうことはまあまああるんです、とか相性悪くなっちゃうみたいなことは多々あるんですけれども、まあそれ以外でなんか致命的に、例えばなんか端末が起動しなくなっちゃうとか、明らかに動作がおかしくなっちゃうとかっていうことは、まあそんなに心配する必要はないんじゃないかなといった感じでございました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで実際に使ってみてどうかという観点で動画をお送りしております。まあね、そういう観点のレビューね、興味ある人はぜひチャンネル登録して、待っておいてもらえればなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。